朝が来た。第25週。誇り高き人生。第149回。あらすじ。和歌山で、寝ている宗兵衛の横に、洋之助と、赤ちゃんを抱いた摂が付き添っています。愛之助が帰ってきました。宗兵衛が、そな田舎をせんといてえな。笑ってくれと、頼むと、初は、どないしよ。笑われしまへん。笑いたいのに。笑ったら、ちょっとは力になるか思うのに、旦那様がいてへんようになったら、うち、もう笑われしまへんと泣き出しました。宗兵衛は、ようよう弱いとこ見せてくれましたがな。わし助けても、ろてばっかりやったさかいなぁと言って、愛之助と洋之助を呼びます。宗兵衛は、お前らに、言うときたいことがある。わしな、ええ人生やった。誰に愛想笑いして。頭下げることもの土の上に立って、自分で耕して、みかん作って、家、建てて、子を育てて。来ないな誇り、あれへん。孫まで見さしてもろて。ありがたすぎて、お釣り来るわ。せや、境笑ってくれと、話しました。夜、初は、布団に寝ている宗兵衛の横で、ことを引きます。その日の明け方、宗兵衛は静かに息を引き取りました。悲しいですね。朝と進次郎は電報を受け取って、和歌山へやってきました。朝は、お姉ちゃんと声をかけ、初の手を握ります。みんなで、宗兵衛のことを思い出しました。そして、進次郎が和歌山へ来たとき、宗兵衛が、初めてか言うて、おこと、聞いた日から、まし、初に一目惚れやったさかいなあ。あの頃は、よう笑うことも、笑わせることもでけへんで。今はええわ。今は、何やちょっと言うたら、すぐ笑ってくれますさかいなと話したのです。数日後、加納銀行へ、成沢が訪ねてきました。成沢は、慰めになるかどうかはわかりませんが、私にとって生と死というものは、あまり違いはないのです。実は、私も女子大学校設立の運動中に、大事な人を亡くしました。しかし、生があるから死があり、死があるから、生がある。この二つは、常に一つのリズムとして、我々の日常を流れています。そして、この体は、ただの衣服であり、本当は、もっと奥にある。そして、それは、永久に滅びませんと、話しました。続く。